平本各地には多くの埋蔵金伝説が存在いたしまする。例えば豊臣秀吉様がどこかの鉱山に金銀を隠したとか、山中鹿之助様が最高資金を埋めたとか、さらには飛騨帰り雲城には今でも莫大な金が眠っているなどなど。そして誰もが知っているのがあの徳川埋蔵金でございましょう。幕末の混乱期に幕府が多額の金銀をどこかに埋めたというものでござる。ところが明治から現在に至るまで多くの人々が探すものの、埋蔵金が発掘されるどころかその痕跡すら見当たりませぬ。一体なぜ見つからないのか、こたびは徳川埋蔵金の謎について追ってまいりましょう。江戸幕府の軍事資金だった徳川埋蔵金とは、最後の将軍徳川慶喜が大政奉還によって政権を返上した後、慶応4年1868年初めに鳥羽伏見の戦いが起こりました。数で勝る旧幕府軍はまさかの完敗を喫し、大坂城にいた慶喜は海路江戸へ撤退していきます。やがてその後を追うかのように官軍が東海道を東へ攻め上がり、いよいよ江戸城へ迫るのです。勝海舟と西郷隆盛の交渉によって江戸城は無血開城となり、多くの幕臣や関係者たちが立ち退いていきました。その直後、城へ乗り込んできた官軍が真っ先に目指したのが御金蔵です。そう、幕府が持っていた御用金をせしめようとしたわけですね。ところが御金蔵の中はもぬけの殻で、金目のものはほとんど見当たりません。焦った新政府は血眼になって探索を続けるものの、御用金は結局見つからずじまいでした。しかし勘定奉行だった小栗上総介が上総の国に所領を持っていたことから、いつしか小栗が御用金を持って逃げたのでは、何者かが赤城山に千両箱を運んでいるのを見たといった噂が立ちます。こうして人々は退去して赤城山へ押し寄せ、まさしくゴールドラッシュが始まるのです。また現代に至るまで多くのメディアで取り上げられ、特番が組まれるなど人気を博しました。しかしどれだけ掘り返しても埋蔵金が見つかることはなく、その痕跡すら確認できません。本当に埋蔵金はあったのか、今でも多くの謎に包まれているのです。江戸城へ乗り込んだ官軍がなぜ真っ先に御用金をせしめようとしたのか、そこには明治新政府の切実な懐事情がございました。旧幕府並びに徳川家の打倒を掲げるも、戦うには莫大な戦費が必要となりまする。また薩長以外に多くの藩が加わっておりまするから、その分の費用も捻出せざるを得ませぬ。当時の諸藩はどこも財政が逼迫しておりまするから、新政府が遠征費を肩代わりするほかなかったからなんじゃ。もし江戸城を開城させれば、幕府が積み上げた御用金が眠っておるはず。これで借金が返せる、そう考えてもおかしくないでしょうな。ところが蓋を開けてみればお金蔵は空っぽ。新政府首脳はかなり衝撃を受けたことでしょうな。そんな新政府の狼狽ぶりを見た庶民たちが、きっと御用金をどこかに隠したに違いないと考えるのも、きっと自然なことだったのやもしれませんな。そもそも御用金など存在しなかった。江戸期はご存知の通り、幕府や諸藩が経済的に苦しんだ時代でした。貨幣経済の発達に伴い、米本位制に依存してきた幕府の財政はたびたび破綻の危機を迎えています。諸藩から米を上納させたり、貨幣の質を下げることで何とかやりくりしてきた幕府に余剰な資金などあろうはずがありません。ましてや幕臣である旗本御家人の窮乏すら救えず、彼らの借金を棒引きにさせる棄捻令を出すという無茶苦茶ぶり、常に幕府の台所は火の車だったことがうかがえます。さらに追い打ちをかけたのが、幕末に薩長がやらかした下関戦争と薩英戦争です。結果的にイギリスの勝利に終わりますが、戦後に莫大な賠償金を請求されてしまいます。とても薩長が賄える額ではなく、仕方なく幕府は借財という形で肩代わりすることにしました。その額なんと54万ドル。
現在の価値で700億円が絞り取られたのです。そのような状況から、とても幕府に多額の御用金があるとは思えません。長州征伐や戊辰戦争で徳川が負けたのも、兵器や戦術の差以上にすでに財政が破綻していたからと主張する研究者もいるそうです。そうは言うものの、幕末時の幕府といえばフランス式の軍政に切り替えて兵器をどんどん輸入してみたり、あるいは横須賀に巨大な造船所を建造しております。もし幕府に金がないのなら、一体どこから調達したのでしょうな。実は新フランス派と目された小栗光介之助様が関わっていたからなんじゃ。小栗様の計画はこうでございました。長州征伐で失敗した幕府の威信は地に落ち、それを回復させるには強力な軍隊が必要でござる。そこでフランスの援助によって近代的な軍政を取り入れることを目指し申した。パリ万博へ徳川慶喜様の弟昭武様を送り込んで実利外交を展開させたのも手段の一つでございまして、小栗様はフランスから240万ドルを借り受けることに成功。さらに600万ドルの借款契約を結ばれ申した。こうしたフランスからの借金によって幕府の近代化政策は成り立っておったのじゃ。江戸開城直前に配ってしまった。江戸城には多くの関係者が暮らしていました。大奥にいる女性の数だけでも多い時で 2,3 千人いたと言いますし、それこそ江戸城下に暮らす旗本御家人たちを加えれば万単位に上るでしょう。官軍が江戸へ迫ってきた時、もし御金蔵に多額の御用金があったのなら、きっと勝ち誇る新政府に渡したくないと考えるはずです。仮に100万両に及ぶ御用金があったとして、慰労金または退職金として一人50両ほど配れば、それだけで御金蔵は空っぽになってしまいます。また開城直前には旧幕府陸軍や伝習隊などが江戸から脱走していますから、軍資金として持ち去られた可能性も高いでしょう。たとえ御用金が存在するにしても、決して新政府に渡すことはありませんし、何らかの形で使い切ってしまうことが考えられますね。江戸城内の御用金がみんなに配られたというのは本当の話のようじゃ。最後まで徹底抗戦を主張されておった小栗光介之助様は、江戸開城が決まるや所領があった光介の国へ隠棲しようと考えられ申した。しかし小栗様は新政府から目をつけられ、今やお尋ね者でござる。そこで窮地の者がこれを持ってアメリカへ亡命なされよとおっしゃって、小栗様に千両箱を差し出されたとか。これは御用金の一部じゃったが、小栗様はもしも家族に何かあればこの金で助けてやってくれとおっしゃったそうじゃ。それから大阪城には18万両に及ぶ御用金が蓄えられておったようで、後に函館共和国を樹立する榎本武明様の軍資金になったとか。同様に江戸城に御用金があるのなら、脱出する大鳥圭介様ら旧幕府軍が持ち出さないはずがありませぬ。そういった理由から徳川埋蔵金など幻に過ぎないという可能性が高いのじゃ。埋蔵金の在りかが特定できていない。莫大な御用金があるなど推測の域でしかなく、ましてや赤城山に埋められたなんて噂に過ぎません。どこどこに埋めたという文書でも出てくれば別ですが、確たる証拠がまるでないのです。そのため噂にはますます尾ひれがつき、きっと日光東照宮にあるはずだ、いやいや権現様が眠る久能山に違いないといった無言が飛び交ったといいます。確証がない以上、それこそ当てずっぽうに掘るしかありません。かつてのトレジャーハンターたちは、怪しいと見れば掘り返し、当たらなければ別の場所を探すという無駄なことを繰り返してきました。掘るにしても人手や費用がかかりますから、いつしかブームは下火になっていったようです。つまり埋蔵金が存在するにしても、ありかが特定できない以上は、いくら掘っても徒労に終わるだけでしょう。多くの埋蔵金伝説がそうであるように、やはり夢のままで終わらせる方がいいのかもしれませんね。
世の中には万が一ということがありまする。もし実際に徳川埋蔵金を発見してしまったとき、果たして自分のものにできるんじゃろうか。とりあえず民法によると、埋蔵物は6ヶ月以内に所有者が判明しないときは発見者がその所有権を取得できると規定されております。また発見した場所が他人の土地だった場合には、発見者と土地の所有者が所有権を折半できるとか。これで埋蔵金は全て自分のものじゃと喜ばずにはいられませぬが、そこには大きな落とし穴がございまする。実は徳川埋蔵金ほど文化的価値が高い遺物ですと、文化財保護法が適用されるのじゃ。つまり埋蔵金の所有権は国や都道府県に帰属し、発見者の手から離れてしまうということ。でもご安心くださいませ。発見者が何ももらえないということはなく、埋蔵金の価値の2割程度の報奨金がもらえるそうじゃ。もし2000億円の価値がござれば、400億円の報奨金でございまするから、かなりのうまみはござりましょう。徳川埋蔵金が沈没船の中で眠っている？江戸城内にあった御用金が船で持ち出されたという話があります。江戸無血開城のあった5日後、横浜から1艘の船が出港しました。その船の名は早丸といい、仙台藩が所有する蒸気船だったそうです。江戸城の御用金はすべて早丸に積まれ、仙台を目指したということですが、それを伺わせる不審な点がありました。まず上海へ向かって貿易するという名目だったのに、西へ向かわず北を目指していますし、日本船であるのになぜかブルガリア国旗を掲げていたといいます。さらに視界の利かない夜間に出航し、水先案内人すらつかないという隠密ぶりでした。ちなみに徳川慶喜と仙台藩主伊達義国は義兄弟の関係にあり、後に戊辰戦争で新政府軍と戦ったことからも、仙台藩は砂漠派と言うべき存在です。多額の軍資金を預かってもらうには好都合でしょう。また陸路を運ぶより海路を使った方が目立ちませんし、日数もかかりません。もし幕府の復興を目指して軍資金を隠すのなら、絶好の隠れ蓑だったはずです。しかし早丸が仙台へたどり着くことはございませんでした。三浦半島を通過して栗浜沖へ向かおうとしたとき、おそらく夜間で見通しが効かなかったのじゃろう。暗礁に乗り上げた挙句沈没してしまったのじゃ。この時に多くのものがなくなり、船は積み荷とともに深い海へ沈んでいき申した。これはあくまで伝承に過ぎませぬが、事故があった当時、船には400万両の御用金のほかに、銀や銅などの貴金属、さらには生糸や毛織物まで積まれておったそうじゃ。付近の海岸には水に浮く生糸などが漂着したものの、重い貴金属は見つからなかったとか。沈没地点は海面下10畳、現在の単位に直せば約300メートルの深さにあたり、観察すら難しい状況だと言いまする。しかし昭和57年には調査が行われ、その海域から21個もの銅の地金が引き上げられ申した。今後の調査がどのように進むのか楽しみですな。もし早丸がそこに沈んでいるのなら、徳川埋蔵金は地中に埋められているのではなく、海に沈んでいるのやもしれませぬ。徳川埋蔵金どうでしたかな。もし埋蔵金の在りかを知っている者があれば、こそっとやぶみコメントくださいませ。拙者探しに行くから。皆様は名古屋城に来たことございますか。名古屋城は屋根の上に金シャチを飾った5層5階地下1階の巨大な天守、絢爛豪華な本丸御殿、広大な二の丸庭園、高い石垣と深い堀など、当時の築城技術の粋を集めて完成した名古屋城は近代城郭の完成形なんじゃ。どうじゃ、名古屋城に行きたくなったじゃろ。拙者もおるから動画見たよって声かけてちょうでや。みんなもうチャンネル登録は済んでおるかの。わしは知っておるぞ。ここまで見てくれたお主、まだ登録しておらんじゃろ。なぜ登録しておらん。
もうわしとお主は戦友じゃ。さあ戦国雑記帳の軍勢に加わりましょうぞ。ほれ登録ボタンを押して押して、ついでに高評価ボタンも押して押して、ありがとさんじゃー。